から、とパーティを追放されたので伝説の魔女と最強タッグを組みました。星に。幼馴染と冒険者パーティーを組んでいた人族のメスの魔法使いが主人公。この幼馴染がモラハラするタイプのクズであり、さらにはモラハラ発言を擁護するようなクズしか周りにいなかったために音楽性の違いから解散させられる。解散させられる過程が、タイトル回収しなきゃならないから無理やり女だからって理由をするためにやるみたいなやっつけ感というか、売れてるアーティストに主題歌歌わせとけば大ヒットゲーム作れんぜ、みたいな非常に安直な発想というかこれぞナロー系のシナリオって感じがあんこに染み渡るいい感じの導入なのぜ。この後、一人で八つ当たりに荒野を魔法で破壊していたらたまたまその荒野に封印されていた魔女の封印が解けてバトってその美女を仲間にして美女と一緒にパーティーを組んで自分をバカにしたモラハラオラフンと言わせるというシナリオ。この漫画のチャレンジングな部分はせっかく世の中にはビキニアーマーしかないという設定があったのに、わざわざビキニアーマーはただのエッチな服でしかない、と露出の少ない衣装デザインに変更する部分であり、この漫画がどのターゲットを狙って作った漫画なのか今の僕には理解できない。作画といいシナリオという、周りにモラハラしかいなかった人族のメスが作ったようなこじらせ冒険漫画だと思われる作品であり、モラハラに汚染されると人族のメスの人格というのはこうも歪んでしまうものなのだということが滲み出る作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。